皆さん、ちょっと気づいたことあったから、ちょっと話していい？スクランブル交差点にニーゴのメンバーいんのよ、全員で。何かなと思ってこう見たんだよ。でね、3人でこれ話してるの、エナナンと真冬と、カナデがこう3人になって話してるんだけど、みずきちゃんだけなんかね、距離置いてんのよ。でもすごい喜んでんのこれなんでかなと思ってちょっと会話見てみるよ。信号まだかなっつって、この信号2分40秒らしいねみたいな感じのこう話してるのよ。で、真冬ちゃんもね、ちゃんとこう入ってきて3人で本当に話してるのよ。ほらほらほら、ちゃんとね話してて、でもみずきちゃんこの距離なのになぜか話にかけに行かないんですよ。25メンバー全員揃ってるのになんで？これってさ、もしかしてみずきちゃんの俺ストーリー見てないからわからないんだけど、もしかしたらこういう、なんつうんだろう、なんか理由があるのかな、ちょっとわかんないんだけど、めっちゃ喜んでるから見ていい？今日は新入荷の商品が届くはずだよね。おう、あ、アマゾンで頼んだの？みずきちゃん、メルカリで頼んだのかな。お店でバイトしてて、うん、一番テンション上がるのがあの段ボールを開ける瞬間。あー、わかる、すげえわかる。いやね、段ボールを開ける前が一番楽しいので、開ける瞬間もすげえ楽しいの。ゲットしたらそんな嬉しくないの、わかるすげえわかる、みずきちゃん、それ。ちょっと早いけど、うん、お店行っちゃおう。あー、お店行っちゃう。あー、もう俺も行きたくなってきたな。お店どこ行こうか、駄菓子屋でも行こうかな、一人で。